皆さんおはようございます西良平ですで今日が2月の4日土曜日ですね。はい、今日から、えー、新しい、今日は立春ということで今日から新しい流れがスタートしていきます。年もね、本当に変わっていきますし、今日こっからがね、うさぎ年になっていきますけども、今日はですね、 えー、揚げまん火曜祭ということで、名古屋の公園で、えー、名古屋の方にね、今日はね来させていただいてますってことなんですけども、まあ、昨日の節分は皆さんどうやって過ごされましたかね、はいきっとね、皆さんのうちにもたくさん、えー、素敵な神様がたくさん来られたと思いますので、良いスタートを今日から切っていきましょうってことなんですが、土曜も今日で終わりですね。はいあ昨日で終わりです。なんですけども、えー、っと朝から、はい、皆さんちょっと驚かれましたかね、サプライズだったんですけども、オープニングの音楽が、えあれ、変わったって思いました。ね えー、その上でエンディングの歌もこの後ね、あの、まあ、この歌自体はですね、えっと、桜庭先生の YouTube のオープニングの歌を使って作ってくれてる4年2組っていう方たちですね。このバンドの方たちが、えっと、僕の歌も作ってくれたんですけども、まあ、元のきっかけで言うと、僕の講演会に、えっと、プリデューサーの方がね、来てくれていただいてて、ぜひとも作らせてくださいってことを話していただいて、で、まあ、僕が今、まあ、どんな思いで仕事をしててっていうことで、 話をさせていただいて、その話を元にして、実は歌詞を作った上で,で、このフルバージョンはですね、の YouTube の概要欄のところに貼っけときますんで、はい、ぜひね、あの最初から最後まで聞いてみて、えー、オープニングもね、この2月4日の立春のタイミングからちょっと変えていこうと思った上で、最初に、あれって驚いた人いるかもしれませんけども、はい、えー、と正月くだったかな、12月31日ぐらいに歌が変わりますっていうので、いつっていうのは言ってなかったんですけども、実は今日から変わりますってことでやったんですけども、あれはですね、まあ歌詞後から見たらね、あの出てると思うんですけども、 僕が自分の家族と子供のことを思った上であの話した内容を、ね、あの歌に、まあ、あの歌詞もよく聴いてたらなんとなくわかるかもしれません、はい、あのをこうまとめてくれたのがその歌になったのでえ先、ー、のな歌になってますのでぜひとも後で見てみてくださいっていことなんですが昨日がちょうど、えっと、節分で今日が立春ということでねあの僕と息子が髪、ね、切りに行ってきました髪、はい、を切りに行ってきたんですけども あそうです、金融爆上げフェスもありましたね、今日の夜もありますので、はい、あの楽しみにしておいてください。っていうところでも、ちょっと僕がちょっとお話ししたと思うんですけども、まあ、実は髪を切りに行きました。はいえー、と息子と一緒に二人でね、息子はまだ保育園なので、保育園サボって、えー、と一緒に二人で行ってきたんですけども、あのー、僕のこの髪を切ってくれてる美容師さん、僕の会社からは近いんですけども、僕の自宅から行こうと思ったら、片道40分ぐらいかかるんですよ。ね。片道40分ぐらいかかるんだけども、うちの妻も、 なんかね片道40分もかかるけどなんか近くでねってそうねっていう話が毎回出るもののまあそれでも僕が片道40分かけていく理由っていうのをお互いやっぱり知ってるので何も言わずで息子もねもうゆうさん慣れてるので利用者さんですね慣れてるので髪切ってもらって多分彼は美意識が高いんでしょうねあのまだ4歳ぐらいだとバリカン怖がったりとかするって言うけどなんかもうヘラ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 笑いながらこうやって角度チェックしながらこう見てるのを見てたら好きなんだなとは思うんですけども。 まあその理由っていうのが何かというとまあ、息子が病院から退院してきた時はしばらく鼻にチューブもついてる状態だったしその上でえっとねあのー、歩くのも2歳ぐらいからだったかな立ち上がって歩けるようになったのがそれぐらいからだったんですけどもまあ髪は容赦なく伸びてくるので病院で髪は切れないしっていうことで髪を切ろうと思って自宅の近くにあるねあのー ショッピングモールの中にあるやつとか近くにあるやつとかっていうのをちょっと切ってもらえるのかなと思って「すいません」って言って「のこの子」って言った時にあのね若い美容師さんが一瞬こうして息子見て「いやこの子ちっちゃいんだけど髪の毛切れますかね」っていう相談したら「お父さんお母さんが抱っこするなら」とかって,って結構いろいろねあの長女の時とかあったんですけども「ああのまあダメです」って言われたんです「ダメですダメです」もうダメですって言われた瞬間に「やっぱダメか」と思った後にまた。 そのお店の多分店長さんが来てから「いやダメなんですよ」って,っていやいや分かってますもう大丈夫です」って言って「あのもう大丈夫です」って言って多分まあちっちゃくても娘たちの時は抱っこしてやればいいとかなんかカンカカンカでやってきたんですけども、まあ、ちゃんと座れるしおとなしいしってことだったんだけどももしかしたら鼻にチューブをついてるとかっていうことであれだったのかな結構ねその時こう。 うん、イラッとしたの以上に何かすっごい悲しい気持ちになっちゃって何かまともに髪も切らしてもらえないのかなと思って別のとこ行ってみても「いやちょっとあの厳しいですね」っていう感じで「いや厳しい」って言ってもあの全然チューブつけてても切れるんでこうでこうでっつっても「いやちょっとあのもう」って言ってもまあ今考えればお店の方でね何かあった時はって考えた時にやっぱりお店の方たちも怖かったしっていうところもあったかもしれないってただやっぱ。 まあ行くたんびの場所でね息子の髪がボサボサに伸びていく姿を見て「切ってもらえない切ってもらえない」っていうことを言われてくるとやっぱねなんか気持ちもずーんと沈んじゃってなん,かな,んかとなんかちょっと泣きそうになっちゃって,ての子供と一緒に息子は何も分かってなかったんだけどいやダメかなと思ってまあ僕の髪切ってる場所はねあの男性の利用者さんなんですけどもどうかなと思って連れてって「どうかね」って言ってまだチューブついてる状態で連れてった時に「あっ 息子さんうち子供半額以下なんで任せてくださいって言われたんですよあの時になんかこうダメだろうかなやっぱ断れるしそっかってやっぱなんか親が切った方がいいって言うけどそうは言ってもなってちゃんとね綺麗に整えてあげたいし自分たちが切ったってガタガタになるからなって思いながらちょっとこう打ちひしがれてダメ元で息子ダメかねって言った瞬間に「あ息子さん半額以下なんで」 お任せくださいって言ってくれたあの時の言葉がずーっと残っててあの時言ってくれた言葉、まあ、たった一言ですよねあの僕がそこに行くまでに何件断られたかなんて知らないんですよね本人はでそれで連れてきて「まあ、遠くからわざわざありがとうございますみい」みたいな感じで「もう大丈夫?」みたいな感じでだから息子はね保育園の先生より利用者さんには抱っこされたらあのニコニコ笑うしその上ではなんかニカニカしながらかみ切ってもらうんですけども。 まあその顔を見てるのも僕も安心するしその上であの時にそのね利用者さんが一言言ってくれた「大丈夫ですよ」って「息子さん半額以下なんで」みたいな感じで言ってくれた時のあの時の一言とあの顔を思い出すたんびにたとえた片道でね、えー、40分かかってもやっぱりあそこしかないと思っていく、うん、そこなんですよねもしかしたら過去にねそういう同じような経験今までも何度かお話ししましたけど人を救う言葉って深いなって重いなっていう言葉ってすっごく短い 傷つけるときも人を元気にさせるときもたった一言短くても、まあ、その言葉を受けてもう何年とね、もう息子に関しては2年ぐらい、2年近く、もう2年か、2年以上ですね。 ま、そこに行って、ずっと髪を切ってもらってますけども、肌から見たらね、なんでわざわざ40分かけて行くのって、今の状態だったら鼻からチューブも取れてるから、近くでもいいんじゃないのって言うかもしれません。でも、それでもあの一言は僕にとって多かったから、大きかったから、多分息子が大きくなって自分で髪切る場所を自分で選びたいっていう時まで僕は多分連れて行くと思います。はい。僕もそこで切るし、っていうことで、 やっぱそれもあったので僕もそこでこうやって切ってもらいながらねやってもらってますけどもうん何の話なのかっていうとうん一言の言葉の重みってやっぱり重たいしその上でどんな時でもうんもちろんその時断られた時も言い方もあったかもしれませんでも僕は確かにそうやって考えたらお店側からしたらちょっと怖いなって思ったかもしれないからと思ってその時はちょっとイラッとしたのもあったかもしれないけどそれ以上に悲しいなって思ったけど仕方がないなってあの割り切ってたんですでもそうやって対応してくれる人がいてくれるんだなって思ったことがすごい救いになったしその上で 一言なんですよね彼が一番僕に与えてくれたこの髪を切ってくれて息子と僕に対して与えてくれたものはねあの安心と喜びですであの障害を持ってしまってる子供に対してもあのそれに対して引け目を感じて負い目を感じているような胸に関してもそんなの関係ないですよっていう。 なんか救いの言葉だったんですよねだからこそ僕はずっと多分行き続けるたとえ家の隣に美容師さんが美容師が,つつができても片道40分かけて行くだからこそ人とか人に対してお金金運とかっていうものに対しては人をいかにして喜ばせるかっていうことが人に僕たちには常に試されてることなんですよねそのチャンスっていうものが巡ってきた時に、まあ、桜庭先生が前の動画でね「あのー、チャンスの神様は前髪がない」「いや前髪しかない」とかって言ってましたけども一瞬ですよね あの一言で長く続いていく常連さんを捕まえることができたんだなって本人は多分気づいてないです。気づいてないと思いますけども、でもやっぱりそうだからこそ彼のところに行こうって思うのもそこだしって、何よりも僕はそこに彼に安心感と、肯定感というものと、その上で喜びをいただいたので、まあこの先、えー、彼が倒れるか、僕が倒れるかっていう時までずっと子供を連れて、僕もね、そこで髪を切っていこうと思いますっていうことを、 たたった一言なんですよね喜びってその一言でこの先長く付き合っていく人が出てきたりそれでプツッと切れてしまう人がいるっていうなので皆さんもまあ昨日のねフェスでもちょっとお話ししたんですけども。いやいやいや いつどこで誰を喜ばせるかっていうことそれを意識していける人たちが運も強くなるし金運もついてくるってことを絶対に忘れないようにしてくださいっていうことですはいそんな感じですねはい、えー、そんなね、えー、自分の子供まあいろんな体験をさせていただきました子供を通した上でその子供や自分の家族のことを思って作ってもらった曲が2月4日からオープニングとエンディングソングになりますので、えー、フルで聴けるやつは概要欄の方に YouTube の方を貼っ付けておきますのでぜひとも聴いてみてくださいっていうことですはい今日はえで 僕もやっていこうと思います歌って踊れるかな腰が痛いなでは行きます今日もギャリで行きますよ行きますせーのおっしゃーということで今日も元気よく行ってらっしゃいお気をつけたい